浅間神社馬返し線とは、かつて存在していた、専用自動車道の路線名。通称、富士山自動車道。山梨県富士吉田市の北口本宮、富士浅間神社裏手から、富士山一号を目手前の馬返しまでの延長 7.6km。自動車道営業時から全線未舗装。富士山自動車株式会社が、自社の遊覧自動車事業の一環として、建設。 運営していた。現在は、道路時期が、吉田口ずさみ歩道という散策路に転用されている。北口本宮、富士浅間神社裏の道路の後第二次世界大戦前、富士登山の主要ルートだった吉田口登山道沿いに、バス、抹車道を設けるべく、個人の手によって開発が開始されたとされる。供用開始後は、富士山自動車株式会社が、自社の登山バス、 馬車を運行する専用道路として使われた。終戦後しばらくは行政協定により中流軍に接収された東富士演習場への輸送ルートとして使用された後、再び登山バス道路として賑わった。しかし、5合目まで自動車で到達可能な富士スバルラインが開通すると、1合目からの徒歩登山となる吉田口登山道は急激に錆びれ、 ほどなく登山バスも経営悪化により廃止。自社バス専用道路として設けられた経緯や、並行する吉田口登山道が山梨県道701号富士上吉田線として整備されるなどしたため、その後は維持管理も放置され一時は廃道道前となった。その後、2002年から地元自治体の富士吉田市や各種団体の手により、道路時期を遊歩道として再整備。 車道として、舗装整備された吉田口登山道に対して、自然の中を歩いて楽しむ道として、吉田口ずさみ歩道という愛称で呼ばれ、再び注目されている。ありがとうございます。